セレンになります。一応全てのミネラルが抗酸化物質としてなりますが、その中でもメインとなるものを紹介していきます。セレンのイメージ的にはサポート役になり、ビタミン E の抗酸化力を高めたり、グルタチオンペロキシターゼといった体内で合成する抗酸化物質の材料には欠かせないものです。